日暮里、舎人ライナーを紹介したんですし、こっちも紹介しちゃいましょう。というわけでこんにちは。現在豊洲駅です。これからゆりかもめに乗車します。余談ですが、今日夜メロンはビデオカメラを忘れてきたので、スマホ撮影です。前にもこんなことあった気がするので、いっそのことスマホをカメラが強いものに変えた方がいいかもですね。ゆりかもめの初乗り運賃は大人190円。終点まで乗ると390円です。一日乗車券は820円。ゆりかもめでお台場を巡っているうちに元は取れそうです。とにかくまずは改札を通りましょう。全体的に臨海、と感じるような青さが駅構内に広がります。ゆりかもめには数年ぶりに乗るのですが、駅構内は変わってない雰囲気ですね。発車表が3色 LED なのもそのままです。舎人ライナーは LCD に更新されてましたね。もう発車しますね。乗り込みましょう。この電車は新橋駅です。 Thank you for riding the ゆりかもめ。揺れますのでご注意ください。まずは路線の概要について解説しておきましょう。ゆりかもめは新橋、有明、豊洲を結ぶ全長 14.7 キロの路線。全部で16駅あります。優等種別は特に存在しません。日暮里に近づくにつれて高層建築物が目立ってきた舎人ライナーと比べると、ゆりかもめは、卒倒するくらいでかいビルとキラキラした東京湾しか見えません。その卒倒するくらいでかいビルをさあ見てくださいと言わんばかりに、ゆりかもめはありえないくらいぐわぐわ曲がります。実際ゆりかもめは、お台場の開発の過程で建てられました。1996年に開催予定だった世界都市博覧会に合わせて開業予定も、それが中止。それにより、ゆりかもめどうするよ、となったのですが、1997年3月のフジテレビ本社移設を皮切りに、お台場の開発がバコバコ進むように、それも相まって、今でも結構な黒字路線になっています。2021年度もなんとか耐えてます。ゆりかもめには今、7300系と7500系の2車両がいます。7300系は2014年製造、続く7500系も2018年製造と、全体的に最新鋭の車両が揃った路線となっています。前までは、ボックスシートが付いていた7000系や7200系もいたんですけど、2020年10月14日をもって、完全引退してしまいました。今ではロングシート車両しかいませんが、その分イベント時の混雑に強くなりました。混雑云々といえば、市場前駅は、数年ほど前までは過疎駅で、1日の乗車人員は1000人を切るほどでした。でも2018年10月に開業した豊洲市場のおかげで、2019年の乗車人員は5000人超え、秘境どころか、むしろ活気あふれる駅になりました。今は、いろいろあるので少々寂しい感じになってますが、次は有明テニスの森。変わった駅名ですが、実際に有明テニスの森公園は存在します。ところで今通っているこの豊洲、有明間は後から開業した区間です。1995年、開業当初の運行区間は、新橋から有明まででした。なんなら汐留駅も存在していませんでした。そんなトータル約12キロだったゆりかもめは2006年に延伸、トータル 14.7 キロになり、利便性が向上し、豊洲付近の開発も進みました。そんなゆりかもめは、勝どきや晴海などへさらなる延伸の計画が立てられたのですが、需要や街づくりなどを考えるとデメリットが多い、という理由で、その構想は非現実的なものとなりました。もっとも、勝どき駅まで延伸しても、汐留の時点で乗り換えられる大江戸線と2回接続してしまう上に、大江戸線で汐留から勝どきって2駅なので、需要を考えると判断には納得できます。次の停車駅は有明。臨海線の国際展示場駅と乗り換えが可能です。そろそろかの有名なビッグサイトも見えてきますよ。そういえば座席の紹介をし忘れていました。はっきり言って固めです。でも、やーな硬さではなく、ホールド感を感じる安定した硬さ。だいぶ快適です。次の停車駅は東京ビッグサイト。2019年の3月くらいまでは、国際展示場正門っていう名前の駅でした。改名の狙いは、わかりやすい駅名の実現です。確かに東京ビッグサイトはわかりやすい。ところで、今別線のようなものが見えていますが、あちらは車両基地につながる線路です。
ゆりかもめの本社もあの向こうで、この車庫につながる線路は東京ビッグサイトを2つに分けています。東京ビッグサイトが東ホールと西ホールに分かれているのは、これが一つの原因だったり。さて、見覚えのある建造物が見えてきました。夜メロンはイベントを楽しむため、ここいらで降りるみたいです。今日は何もかも忘れて楽しみましょう。なんか人が少ない気がしますが、きっと棒あれのせいなだけでしょう。東京ビッグサイトです。夜メロンね、会場間違えてました。夜メロンが本当に帰るべきなのはスマホよりも脳みそかもしれません。てなわけで、一駅お隣の青海駅から再びこんにちは。再び新橋方面の列車に乗ります。とか言って、これで間違えて豊洲方面に乗ったら面白いですね。次にやってきたのもまた7500系でした。ところでこのシーンいいですね。サムネにしたいです。ゆりかもめでは無人運転が行われており、展望席みたいなものがあります。ここからはここに座って後面展望の撮影を行います。戦利品もこっそりこっそり読むらしいです。次の停車駅はテレコムセンター。都内駅50音巡りの企画の時にも訪れた駅ですね。懐かしい。あの企画、いつかちゃんと動画化して焼き直ししたいですね。テレコムセンターの次の駅は東京国際クルーズターミナル駅です。東京国際クルーズターミナル駅も、東京ビッグサイトと同じタイミングで、船の科学館駅から解消されました。もちろん解消理由は駅名のわかりやすさ。2020年9月10日に開場する東京国際クルーズターミナルへの最寄り駅として解消されました。ゆりかもめ、トネリライナー、いずれも自動運転されていますが、5両のトネリライナーに対し、ゆりかもめは6両編成で運転されています。あと、ゆりかもめ側の車両は、主に7300系以降は拡幅車体になってますね。比較してみると、同じ都内の新交通システムでも、結構違いますね。さて、次の駅は台場。地名の由来はペリー来航を受けて作った砲台です。砲台、つまり台場は、第4台場を除く第1台場から第6台場まで作られたのですが、今は第3、第6台場のみが残っているみたいです。第6台場は孤島になっており立ち入りができないのですが、第3台場は、お台場海浜公園として残っており、立ち入ることができるようになってます。また、お台場海浜公園は公園としてだけでなく、駅としてもまた名所です。お台場海浜公園は1998年に関東の駅100選に選ばれました。関東地方には2000駅近くあるのですが、そのうち100駅に選ばれるのはすごいですよね。なお近いところにある臨海線の国際展示場駅も、関東の駅100選に選ばれています。次の駅は芝浦島。ゆりかもめ一番の見どころがやってきます。なぜ見どころなのかというと、他に類を見ないすごい線形になっているから。先ほど、線路がものすごい曲がっているという話をしましたが、この区間は特にぐわぐわ曲がります。具体的には2回90度ほど曲がった後、ぐるっと270度のループに。もちろんこんな曲がり方にはちゃんとした理由があります。レインボーブリッジは、船が引っかからないよう、海面から45メートル以上のところにかかっています。これに対してゆりかもめは地上からおよそ15メートルの高さのところを走ります。となると、レインボーブリッジと芝浦ふ頭駅の間に高低差が生じます。この高低差を直線距離で移動するとあまりに急勾配で危険なので、ゆりかもめの芝浦ふ頭側の線路をループ上にして、距離を稼いでいるというわけです。なおゴムタイヤで走るゆりかもめは、普通の鉄道よりも勾配に強いです。距離を稼いで角度を緩くしてもなお鉄道にとっては急勾配なこの区間、そこを楽に越えられるようにとゴムタイヤが用いられました。あとそれ以外にもゴムタイヤは騒音や振動などが少ないなどのメリットがあります。
一方、ゴムタイヤのデメリットは、どうしてもスピードが出せないこと。ゆりかもめは 14.7 キロを約31分で走る、標定速度約時速 28.4 キロの路線。34.5 キロを65から70分で走る、標定速度が約時速30キロの山手線と比べても、どうしても鉄輪ではなくゴムタイヤで走るゆりかもめの方が、遅くなってしまいます。それもあって、ゆりかもめを途中下車せず乗り通す人はあんまりいません。新橋から豊洲まで行くのであれば、東京メトロで行く方が時間、運賃ともにお得だからです。夜メロンみたいに、お台場からの期間を別ルートで味わいたい時はおすすめです。あ、今ちょうどかの有名なレインボーブリッジを渡っています。お台場海浜公園から芝浦島までのほとんどの区間はレインボーブリッジ。この駅間全体 3.9 キロを、6分間ノンストップで突き進みます。ゆりかもめ全区間のうち、距離の4分の1、乗車時間の5分の1を占める区間。ゆりかもめどころか新交通システムの中でも屈指の長さを誇る、名実ともに名所の区間です。今どっかから、車窓が変わり映えしないですね、とか聞こえてきた気がしますが、この区間はむしろ側面展望が面白いです。車と並んで走ったり、臨海部を見渡したり、レインボーブリッジ内ならではの光景を見ることができます。この辺りには遊歩道も存在するので、ゆりかもめなどと一緒に歩いてみても面白いかもです。さあ、例のループの区間に入りました。この区間のループはゆりかもめの路線図にも書かれています。そんなレインボーブリッジのループゾーンの直径は約270メートル。そこそこ急なカーブを4分の3周ぐるーっと回っていきます。ですがあまりそのスピードを落としているようには見えません。ゆりかもめは車両が小さめで、なおかつゴムタイヤを使っているため、細やかな移動に強いのです。ゆりかもめのすごいカーブは、ここ以外にもたくさん存在します。なんたってほぼ直角なカーブが、片手では数えられないほどありますからね。とりわけ鋭角なのは終点直前、新橋手前っぽいですね。終点手前に鋭角カーブがある点はトネリライナーも同じですね。どちらも限られたスペースの中、JR 線との乗り換えを考慮してのことかと思われます。開業当初の汐留は開発中でしたが、さすがに新橋付近は線路をドカーンと引けないほど栄えていました。開発中だったというのは、昔、国鉄時代、汐留には貨物駅があったんですよ。ですが1986年に廃止。そのまま JR に変わり、工期を逃してバブル崩壊後に土地を売り、それから1995年、ゆりかもめの開業年になってから再開発が進むようになりました。そして2021年の今まで、汐留はバリバリに発展してきました。芝浦埠頭。芝浦埠頭です。次の停車駅は日の出。市場前が栄えたのに対し、日の出は2019年度の乗降客数が最も少なかった駅です。さて、日の出の次の駅は竹芝です。さすがにここまで来るとビルまみれですね。あ、でもずっとビルまみれでしたね。とにかく、実は竹芝は、16駅あるゆりかもめの中で唯一の対面式ホーム。それ以外は島式です。竹芝以外は進行方向右側にホームがあるのですが、竹芝だけは進行方向左側にホームがあります。さて、次の駅は汐留。ゆりかもめ開業当初はまだ営業していない駅でした。理由は前述の通り、ゆりかもめ開業時の1995年はまだまだ開発途中だったから、どうせ開業するなら十分に開発を進めて、需要を高めてから。ということで、汐留駅の営業開始はゆりかもめの開業から7年後、2002年11月のことでした。大江戸線の汐留駅開業もこのタイミングです。ちなみに乗り換え駅ですが、ゆりかもめの中では乗降客数は何くらいです。他の駅が強すぎるというのもありますが、東京のゆりかもめといえば、この路線以外にももう一つあります。それは、1965年に都民の鳥として定められた、バードのゆりかもめです。路線としてのゆりかもめはここから名付けられました。汐留に近づくと JR 線と並走。N700 系も向こうに見えますね。いよいよ終点の新橋に近づいてきたという印象です。LCD の天気予報をよく見たら、ちゃんと6両ゆりかもめになってるのが細かい。汐留を出ると、わずか400メートルで終点の新橋に到着します。近すぎるようですが、これでも100メートルほど、JR の新橋駅よりに移設されています。
2001年に現在の位置、JR 線との乗り換えがしやすい位置に移設されました。この辺りも、四半世紀前は更地でしたが、さすが東京。今やビルが壁みたいに、なおビルがないように見えるところには公園があります。東京はビルだけじゃない。やはり低スピードで急カーブを曲がっていきます。あ、そうだ、もともとのホームはこの辺にありました。カーブを曲がってすぐのところにあったんです。その上、竹芝みたいに対面式ホームだった模様。そんなわけで、ユニカモメの新橋駅だけでも十分に面白い歴史をたどっています。あと、この辺の線路も特徴的ですね。新交通システムらしいっちゃらしいです。新橋は東海道線とも接続しているのがつよつよです。熱海からビッグサイトまで乗り換え1回。というわけで新橋到着。ホームがやたら広いです。ゆりかもめの車体の小ささも相まって、ちょっと感覚がバグります。というわけで本日はゆりかもめに乗ってきましたという動画でした。台場や東京ビッグサイトなど、東京の観光からコミケイベントまで幅広く担う路線なので、乗る機会があったらぜひ楽しんでみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。